イタイア・ザ・セレクタは、ユニコード及び ISO-IEC1646 における、文字の字体をより詳細に指定するためのセレクタである。ユニコードでは、抽象的な文字を定め、個々の文字の字型の詳細には立ち入らない。このため同じ意味で似た形の文字には、同じ電子的な表現が与えられ、字型の区別が必要なときは、フォントの指定などによって行うのが原則である。 この原則は、例えばラテン文字の A で、上部の右から左へ伸びる線があるかどうか、という違いは通常は、本との違いであり、別の字とはしないためほとんど問題ない。しかし、例えば、CJK 統合漢字において、反ユニフィケーションや、各国内標準の都合を理由として、運用上しばしば、別の字とされる字型を、様々な経緯の結果、詳細、デザイン差として、 同じ符号位置としてしまっているのは問題がしばしば発生する。そのため状況によっては本との指定などを含めることができないプレーンテキスト上で字型の区別を保存したいという需要も存在する。葛飾区のクズ、葛飾市のクズこのような字型の区別に関わる需要はユニコードの漢字統合の規則が国内での運用の実情に沿っていない日本では 特に顕著であり、JIS の各文字集合やユニコードで満たせない需要に対応するため、館長では戸籍統一文字や住民基本台帳ネットワーク統一文字など、民間では混尺文字鏡や GT プロジェクトなどといった独自の大規模文字セットが繰り返し作成され、一部で運用されてきた。しかしそれらは独自であるがゆえにユニコードを使用している。 既存の大多数の PC 環境と相互運用性がない。イタイア・ザ・セレクタは以上のような問題をユニコード上で解決するために考案された特殊な文字である。イタイア・ザ・セレクタが利用できる文字は規格で定められており、先行する1文字の後に規格で定義されたイタイア・ザ・セレクタをつけることで異なる字型が選択できる。なお、 規定文字とイタイアザセレクタで構成された文字をイタイアザシーケンスと呼ぶ。イタイアザセレクタを用いればイタイ字は文字コードとして表現できるためプレーンテキスト上でも字型の区別をつけることができる。HTML や CSS などのウェブ標準を管理しているワールドワイドウェブコンソーシアムは HTML などのマークアップ言語においても字型を指定するために イタイアザセレクタを使うことを想定している。なおイタイアザセレクタは、付加された文字の字型をより詳細に指定する機能を持つが、イタイアザセレクタそのものが表示されることはない。イタイアザシーケンスには2種類あり、スタンダードイズドバリエーションシークエンスと、イデオグラフィックバリエーションシークエンスがある。SVS は非漢字や CJK 互換漢字などで利用され、その時系コレクションは、 ユニコードのスタンダードイズドベリアンツにて定義されている。スタンダードイズドベリアンツへの字型の追加はユニコードコンソーシアムが行っている。一方、イベスは漢字専用で時系コレクションはイディオグラフィックバリエーションデータベースにて定義されている。アイボドへ時系コレクションを登録するには定められた手続きに則っ,ってユニコードコンソーシアムへ申請を行う必要がある。 2017年12月現在、イタイアザセレクタにより利用できる、イタイ字は、以下の通りである。スタンダードイズドベリアンツに登録されている、時系コレクションと、その数アイボドに登録されている、時系コレクションとその数ただしハニョ電子には、アドビジャパン1と多数の重複がある。ハニョ電子と、文字情報では同一の字型は、イタイアザセレクタを共有している。1では、 文字セットの Adobe Japan 1の6に含まれる漢字であれば、1のように単一の字型しか存在しないものでも、その単一の字型が登録されている。ハニョ電子では、Adobe Japan 1とは異なり同一符号1で複数の字型を持つもののみ登録されており、単一の字型しか存在しないものは登録されていない。遺体アザセレクタとして、以下のものが定義されている。 イタイアザセレクタとそれが付加される文字との組み合わせ及び指定される字型は規格で定められておりそれ以外の組み合わせは無視される利用者が独自に考えた未登録の字型を利用したい場合には使用領域を用いる使用のイタイアザセレクタを追加する提案もあったが取り入れられていないイベスでは拡張領域である追加特殊用途面に定義された イタイアザセレクタを使用する。このためイベスに対応し UTF-16 を使用するアプリケーションはサロゲートペアを正常に扱えなければならない。逆に SVS ではユニコード10の時点では全て基本多言語面のイタイアザセレクタを使用している。なお CJK 語感漢字は漢字でありながらイベスではなく非漢字と同じ SVS として登録されたため 基本多言語面のイタイアザセレクタを使用する。2012年1月には、絵文字としても使われる107文字が、スタンダードイズドベディアンツに追加され、テキストスタイルと、絵文字スタイルの切り替えを SVS で行えるようになった。使用するイタイアザセレクタは、基本多言語面に規定されたもので、テキストスタイルが UFE0E、絵文字スタイルが UFE0F となっている。なお、U プラス 303E にイディオグラフックバリエーション、インディケーターという似たような名称で、かつレージアザ型が点線で囲まれているものが存在するが、これはこれに続く漢字が、異体字であることを示す歌詞の記号であり、異体アザセレクタではない。CJK 五感漢字を使うと、UFA30。 イタイアザセレクタを使うと、U プラス 4FE-0101、U プラス 4FE-0103、U プラス 4FE-00 のいずれかで符号化される、g i s x 0 2 1 3や CNS-11643 などの各国の文字コードでは区別されているが、ユニコードでは統合されている文字を区別するため、ユニコードではこれまで CJK 互換漢字を使ってきた。 しかし技術的な制約により、漢字のイタイア・ザ・セレクタは CJK 統合漢字にしか付けることができない。これは、ユニコード正規化に対する安定性の問題を改善するが、同じ字型を意図していても、イタイア・ザ・セレクタに対応した実装と対応していない実装との間で異なる不合化表現が採用され、混乱を招く可能性も指摘されている。また、 2006年1月にアイボドへの時系コレクションの登録手続きが制定され、登録が可能になった後にもアリブ外字や汎用電子、情報交換環境整備プログラムで収集された漢字の一部を CJK 互換漢字として収録することが要望されるなど、足並みは必ずしも揃っていなかった。2013年9月30日制定のユニコード6.3では、 CJK 互換漢字がユニコード正規化で CJK 統合漢字に置き換えられ字型等の情報を失ってしまう問題を解消するために CJK 互換漢字と等価な CJK 統合漢字とイタイア・ザ・セレクタの組み合わせがアイボドとは別にスタンダード・イズ・ド・ベリアンツに登録され SVS により利用できるようになった リベスとは異なり基本多言語面にある UFE00、e、UFE02 を使う。アイボドにある字型と同じものでも登録されている。CJK 語感漢字ブロック及びその補助集合のうち、CJK 統合漢字として扱うものを除いた線2字、すべてが登録された。例えば、穴取りの後期別形の字体であり、CJK 語感漢字である UFA30 の穴取りは、 U プラス s 4平と UFE-00 の組み合わせで登録された。また、自体の違いでなく韓国 a s x 1 0 0 1の読みの違いで分離されているものや台湾ビッグ語の誤って重複収録されたものに対応する CJK 語関換字にもイタイアザセレクタが与えられている。例えば UF90A のと読む金には U プラス 91D1 と読む金に 対応と事態が全く同じであるが、これに UFE-0 例を付け加える組み合わせが与えられた。国によって異なる骨のイタイザ。イタザセレクタでは対応していない例ユニコードは、主に米国企業の集まりからなるユニコードコンソーシアムが定める私的な文字コード規格だが、国際符号化文字集合との間で、 収録文字と符号の割り当てに関して常に同期を取ることで合意がなされている。国際符号化文字集合は国際標準化機構と国際電気標準会議の合同技術委員会第2小委員会第2作業部会で制定作業が行われている。以下 WG2 での動きを中心にイタヤアザセレクタの収録に関わる歴史を概観する。二千年九月十五日 ISO, IEC 1646から1が改定され、中国の提案により、UCS に収録されたモンゴル文字の一部として、モンゴル自由時系選択肢3文字が規定された。2000年3月14日、アメリカが UCS への数学記号の追加を提案した。この一部として、イタイア・ザ・セレクタ1文字が含まれていた。これは意味が同じだが、 出版社の監修や著者の好みなどにより異なる字型が使われることのある数学記号の字型を区別するために使うことを意図していた。2001年1月14日、アメリカが追加のイタイアザセレクタの収録及びイタイアザセレクタの使い方に関する説明の追加を提案した。この説明は漢字に対しての使用が想定されていたが、実際に漢字に対して定められた組み合わせは、 この時点で一つも存在しなかったため、漢字に関する言及は除いて、WG2 に受理された。2001年8月17日、WG2 のリエゾン会員であるユニコードコンソーシアムが活動報告として255文字のイタイア・ザ・セレクタを追加で承認したことを述べた。UCS とユニコードの同期の原則により、これらは UCS にも収録される必要があった。 2002年3月27日にユニコード3.2が7月15日に ISO-IEC1646 から1-2000追放1が制定された。これらは256文字のイタヤザセレクタの内基本多言語面に含まれる16文字を収録していた。2002年4月1日、日本は WG2 に万寿の表現には少なくとも1万種類の イタイアザセレクタが必要であるから UCS の第13面を〇〇漢字のイタイアザセレクタに割り当てるべきであるとする文書を提出した。ただしこれは大真面目に書かれてはいるもののジョーカー RFC に似たエイプリルフール文書でなぜか WG2 の第42回会議の議題にまで上ってしまったが実際には審議されていない。2002年5月20日 日本は、上記アメリカの提案が、イタイアザ・セレクタを漢字に使うつもりであったことに、関して、議論が全く深められておらず導入は、時期尚早であると懸念を表明した。2003年4月にユニコード4.0が、12月に IS、ISO-IEC1646-2003 が、制定され、追加面に含まれる。 イタイアザセレクタの残り240文字が両企画に収録された。2003年6月25日、ドイツがウムラウトとトレマを区別するためのイタイアザセレクタの追加を要望したが、技術的制約によりイタイアザセレクタでは実現不可能であったため却下された。2005年7月16日、アメリカの企業、アドビのエリック・ミューラーとアメリカの企業さん、 マイクロシステムズの日浦秀樹より、イタイア・ザ・セレクタを実際に漢字で運用するための漢字字形データベースの企画草案がユニコードコンソーシアムに提案され、2006年1月13日正式版が発行された。2006年7月4日に ISO-IEC1646-2003 追放2が14日にユニコード5.0が制定され、 両企画へのパスパ文字の収録に合わせて、パスパ文字とイタイア・ザ・セレクタの組み合わせが追加された。2007年12月14日、アドビジャパン1が最初の漢字字形コレクションとして正式に承認され、アイボドに登録された。ただし二度の公開レビューにもかかわらず割り当てに疑問が残る組み合わせの存在も指摘されている。2008年10月10日、日本は 汎用電子情報交換環境整備プログラムの成果として収集、整理された戸籍や住民基本台帳ネットワークの処理に必要とされる遺体児を五感漢字として追加提案した。これに対しユニコードテクニカルコミュニティと米国は五感漢字は正規化に際して区別が保存されず、また統合漢字の字型の一位性は保証されないため、 アイボドによる登録を推奨するとコメントした。またトックは SC2 からの登録に対して通常、アイボドへの登録にかかる登録料を免除すると伝えた。これを受け、2009年10月16日、日本は互換漢字の追加提案を取り下げた。2010年3月31日、日本は取り下げた互換漢字の追加提案に代わってアイボドへ登録を申請し、 2010年11月14日、正式にハニオ電子として登録された。2010年12月6日、アドビ、イースト、ジャストシステム、第2本スクリーン、マイクロソフト、森沢の6社共同で、イベスの普及推進を目的として、イベス技術促進協議会が設立された。2011年4月2日、アトックから、艦隊時を、 イベスで表す登録申請の準備をしていることが告知された。しかし、CJK 統合漢字の既存の不合化モデルと矛盾する上に、21時中不合化済みの漢字が6字も含まれるというずさんな提案であり、イグ、韓国、イギリスなどから懸念が寄せられ、登録申請は中止された。2012年1月31日、ユニコード6.1が制定。 絵文字のテキストスタイルと絵文字スタイル切り替えのためのイタヤザセレクタの組み合わせが登録された。2012年3月2日、アイボドがバージョンアップ。ハニョ電子とアドビジャパン1のこれまで登録されていなかったイタイジのうち一部が追加登録された。2013年9月30日、ユニコード6.3が制定。CJK 五漢字のコレクションが svs に登録された。2014年5月16日、i b o d がバージョンアップ。文字情報基盤整備事業の文字情報が登録された。2016年6月21日、ユニコード9.0が制定。絵文字の追加等があった。2016年8月15日、i b o d がバージョンアップ。マカオ特別行政区のマザーグが登録された。日本以外が、 登録者のアイボド登録は初である。2017年12月12日、アイボドがバージョンアップ。文字情報と Adobe Japan1 で字型の組み合わせの追加があったほか、韓国のクラネームが新たに登録された。漢字のイタイアザセレクタに対応した実装には以下のようなものがある。以下は和文フォントでのイタイアザセレクタへの対応状況である。 ユニコードのイタイアザセレクタに対応したフォントの作成に対応したツールには以下のようなものがある。フリープの2007年10月以降の開発版にはフォントファイル内のクマップテーブルからイタイアザセレクタの情報を読み取るための API が追加されている。アルファーとはイオスファントによる37の例文の描画結果、足田さんは足屋のお嬢様だ、足の、とが信じたいと 旧字体実感字コードの字型、字体の変遷を、イタイアザセレクタを使用して表現した例を示す。実78、実83の字体、時形入れ替えは対応していない。フォントは、有名状体を使用した。アザ型は、以下のウェブサイトを参考とした。ありがとうございます。